案外積もってますね、これ。パンチ。氷水がもう張ってるって感じですね。生たまんごん。はい。よし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 。あんにめちゃくちゃ絡むしね。この麺がまたいいわこれ。オッケー、今日いい子やな、ほんま。春ですよ、春ですよってみんな喋ってる。寒い。今日はまだ寒さマシかな。どうやろ。あーでも寒い。靴下、あれも靴下。微妙なバランスですね。グローブしながらだったらすっごいネクネクですね、これ。よいしょ、これで。よいしょ、オッケどけときましょう。よいしょ。案外積もってますね、これ。見た感じ。やっぱり。うわ、ここら辺詰まっとる。おはようございますね。青空も出てますよ。めちゃくちゃ気持ちのいい朝です。でもね、地面はぐっちゃぐちゃ、水をめちゃくちゃ含んだね。もう氷水がもう張ってるって感じですね。最悪です。もうぐちょぐちょだらけ。まあでもそれは気にせずにご飯の方作っていきたいと思いますね。今日のご飯はこれ、
スーラータンラーメンになります。スーラータン、私初めてなんですよね。これね、卵も溶き入れるのかな。めちゃくちゃうまそうです。さあ早速ね、もうちゃちゃっとやっていきたいと思います。これ早いと思うわ。ちょっとね、このお肉の方です。お肉の方を一口大に切っていきますね。食べやすくしときましょう。お肉はね、本当は最後とかね、違うまな板で切った方がいいですよ。食中毒とかありますからね。でもまあ全部今日は火を通すんで、ちょっと弱火にしよう。ごま油の方入れてきますよ。ごま油の香りやばい。そして肉ドーン。よっしゃ。その間にこちらネギの方も切っていこう。ね、昨日のねネギのね余りです。ああ転がっていく、転がって転がっていく。今日泥だらけですからね。泥だらけでも入れてしまう私です。わあうまそう。このスーラータンラーメンはね、視聴者さんに教えてもらいました。美味しいですよって聞いたんでね、やってみます。そして椎茸、椎茸も刻んできますね。よっしゃ。あ、こいつヘタヘタみたいな、ヘタはちょっと硬いですからね、刻んどきましょう。めっちゃ香りよし。そしてタケノコですね。タケノコいっちゃいます。おーうまそう。これだけでもう、これ昨日のオイスターソース入れたらもうできちゃうよ。こうやってね、視聴者さんにいろんな食べ物を教えてもらえるのは、本当 YouTube やっててよかったと思いますね。スーラータン、こんなの絶対買わないですからね。これ私きっと200と150いきましょう。ちょっと多めにしようかな。まあいいか、こんなもんで。もうちょっと入れたら300でいこう。よいしょ。ここにスープ入れて煮立たせていきますね。ピヤーっと。うまそう。めちゃくちゃ、あーやばい、こんなの絶対ダメなやつ。なんか胡椒みたいなのが残ってる中。何これ、ほら黒いつぶつぶみたいなの残ってます。よっしゃ、これで一煮立ちさせます。でもう煮立ってますけどね。お湯入れたんですよ、ポットにね。お湯汲んでたんで、もう今日のね、この朝起きてからラーメンのためにね、麺もね湯通ししなきゃダメだから、ポットとかに全部入れてますね。今もね、やかんでもうストーブの上で沸かしてます。ストーブがあるといいんすよ、これが。ほんとちょっと味見。うわー、酸っぱいってこういうことか。なまったまんぐん。はい、よし。海外じゃ生卵食べれないって、ほんとつらいやろな。これ火止めてからあれかな、ちょっと。よし、卵の方溶いて。あんまり溶きすぎるの私好きじゃないんですけどね、こういうの。これ好み分かれますよね。卵焼きもね、溶きすぎるよりね、この
白身と白いのが残ってるの好きなんです。白いのが見えてるの卵焼き、巻き切っこいよりもなんかいい気が、手作り感があっていい気がする。気持ちの問題かな。これ卵をね、これ落とす時はね、ちょっと火止めときます。よし、かき混ぜ、あードロッといっちゃった。よっしゃ、よし、そして火をつけて、またそしてね、なんか軽く混ぜてくださいって書いてますね。あら、少しずつなんか入れてって書いてあるな。でもか、静かに混ぜますって。静かに混ぜるってどういうことやろ。静かに混ぜる。あ、もうできたわ、これ。これでいいわ。こんな感じやろ。うまそう。めちゃくちゃうまそうですよ。いい、いい。火止めて。麺の方やってきます。麺の方やらな。とりあえず、早く。この麺もね、1分でできるんですよ。早くやらねば。っていうか、こんなとこで。わ、めちゃくちゃ細麺。もうこれも熱湯ですからね。おお、沸いてる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 。1分あっちゅう間やっていうか、これ時間差あったらあかんから、煮玉とも一気に入れちゃおう。そうめんみたいな、なんかめちゃくちゃうまそうな麺ですね。これめちゃくちゃスープを吸い上げてくれる美味しい麺よ、これはきっと。よし、いっちゃいますよ。わっしゃ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 。おー、1分計らねば。そういえば、よし、もうね、取っちゃってます。取らないとね、麺が伸びちゃうから、もう撮影よりもね、もう美味しく食べたいのよ。伸びちゃったら最悪よ。せっかくやね、せっかく教えてくれたね。よっしゃ、スーラータン完成です。これでね、このあんをかけて、おお、あ、よし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 、迷子にかかるか。ああ、よいしょ、はい、はい、こっちだ。完成ですね。よっしゃ、オッケーやわ。これで入った入った、オッケー、バッチリです。これにね、油をかけたら完成ですよ。よっしゃ、うまそう、めちゃくちゃうまそう。人生初スーラータン、いただきます。お、辛そう、これ。めちゃくちゃ辛そうやな、なんかこれ。オッケーでしょう、完成です。さあ、スーラータン麺完成ですね。あー、もう視聴者さんにね、教えてもらったのでありがとうございます。それではいただきたいと思いますね。いただきます。あ、そうだ、ここでね、聞いとこう、視聴者様にね、これ簡単ですぐできる朝食です。おすすめ朝食あったら教えてくださいね。コメントの方にね、書き込みお願いします。うわー、うまそう。さあ、食べていこうかな。さあ、食べていきましょう。この豚たちと、豚たちも掴んで、あー、これ最高や、絶対。いただきます。うん、うまい。これあんにめちゃくちゃ絡むしね、この麺がまたいいわ。これそうめんみたいですね。これまたうまし。これね、たけのこです。たけのこ絶対入れるべき。このシャキシャキ感もまたね、食感が美味しいですね。もうよだれだらだら。辛さもありますよ。辛さも襲ってきてます。うん、うまっ。スーラータンに出会えてよかった。これは
麺が出てこい。麺が出てこないですよ。酸味があるって聞いてたんですけどね、酸味より辛味の方がありますね。そうめんですねこれ。なんかめっちゃうまです。すべての食材がうまいわ。これ全部生かしきれてる。最高。これお家で名店の味って書いてるんですけど、ほんとうまい。これ名店の味がねこうやって再現されてるのってほんとありがたいですよね。大概ねこういうのってね味が違うんですよね。だからね店でも食べてみたい。でも最近のラーメンとか再現案外いい感じですよね。昔のと全然違う。昔はでこれもう全然違うやんって店で食べるのとって感じですけど、今はね案外近いもんありますよね。うまい。今回もねこのゼロブタンでこれ缶の方を温めてたんですけど、これ低温需要じゃないんですよ。こんな寒くても低温需要じゃなくてもね普通にガス使えました。これ良かったわ。これでも高いんですよ。これもうちょっと安かったらな。これ水入れてねこれそこに磁石でぺちゃんとくっつくだけなんですけど、それでねこのままガスコンロにペッてやっちゃうだけです。でもこれモバイルバッテリーか何かしか必要、電源が必要ですね。タイプ C になりますこちら。でもめっちゃ良かった。私的には案外ね寒いところでやったらもうとろ火になっちゃいますからね。とろ火で全然ガスコンロ使えなくなりますからね。いつも低温需要のね高いの買ってたんですよ。ボンベチッチチ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 チ。おお、いい子やな。むしゃぶる人。おいおい、よし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 。よっしゃ、オッケー。オッケー、今日いい子やな、ほんま。ミラについとるよ、やつきちゃん。よかったよかった。ご飯もがっついとるし、健康そのものですね。うわ、めちゃくちゃがっついてるわ。あれユース完食です。今日はねちょっと多めにあげたんですけどね、焼きすぎてたから肉を。つまらんようにねちょっとね気をつけてよ。さつきユース、よしよしよし、よかったな。ここにちょっとだけ残ってる。ほらピロッ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 って、よし。あずきも完食です。人の確認中。あーよかったよかった。めちゃくちゃ早かったな、ほんまに。よっぽど美味しかったのかな、ね、鶏はうまいですからね。しかも炭火焼きやし、うらやましい。さあちょっと団子でも食べてちょっとゆっくりしましょう。
そして片付け始めますね。もうねあと少し荷物片付けるだけですね。幕とチラチラとね青空は出てるんですけどね、日は出てきません。昨日の晩はね横になってから雨がめちゃくちゃ降ってる感じでした。起きてみたらもうこんな感じ。せっかくの雪景色もねもう全然木にもね雪残ってませんね。せっかく綺麗になってたのにもったいなかったな昨日は。あれ朝も見たかったですね。でもね朝の方小鳥です、小鳥の鳴き声がめちゃくちゃ多かった。やっぱ春が近づいてきてるって感じですね。もう雪もぐちょぐちょですもん。気温がそれだけ高いってことです。さあいただいてきますね。こうやってゆっくりねできるのもありがたいです。あんこうまこんな手やな、これ鹿とかじゃないな。でも意外とでかい手のひらが。あれやあれ、あんなぐらい手のひらあるんやな。どこら辺から来たの？向こうからタカ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 ーって来たかな。見てみたかったな。夜かけたいな、これ。あとはね、この幕だけになりました。聞いてこれ、めちゃくちゃ騒がしいぐらい鳥が鳴いてますね。ほら、さえずりっていうよりもうね、春ですよ春ですよってみんな喋ってる。やっと春が来たねって喜んでんのかな。こっち、あったあった。はい、撤収の方もう終わりましたね。もう今回がね今季最後の雪かもしれませんね。こんな時に雪が降ると思わなかった本当に。さあ気をつけて運転して帰りたいと思いますね。いつもコメントグッドボタンありがとうございますね。本当にね励みになってます。これからもあずきデラックスチャンネルよろしくお願いしますね。それでは失礼します。さあ気をつけて帰ろう。ああ寒かった。あー楽しかった。チンジャーロースも美味しかったしね。スーラータンメンも本当最高でしたよ。これだからキャンプは楽しい。わー地面こっちの方火が当たってるところが乾いてますね。お馬さんおらんかな。すごいな、食べとる。